はい、ナオズーです。今回紹介するのはレゴシティの火星探査シリーズ2セットです。60226は部品の袋が3、シールシートが1、説明書が1、パーツ数は273個。60230は部品の袋が3、説明書が2、パーツ数は209個です。それでは組み立てていきます。まずは60226超高速火星探査シャトルです。ミニフィグは男性宇宙飛行士、女性宇宙飛行士の2体です。男性宇宙飛行士は与圧服ですね。特に変わった部分はありません。顔も1つだけです。で、女性宇宙飛行士は EMU バージョンでこんな顔になってます。顔はこの1つだけです。はい、次に付属の機械条件セットを見ていきます。結構種類ありますね。まずは小型のヘリドローンです。確かにヘリコプターみたいな形してますね。上にプロペラついてますし、下にあの足みたいなものがあります。それから後ろですけど、スキャナーボードがあります。赤いあのクリアパーツになってて、こうやって角度をちょっとだけですけど変えることが可能です。で、そのスキャナーボードを使うのがこの条件セットのこの部分ですね。ここに
さっきのスキャナーボードを当てることで下にある分子式みたいな分子構造みたいなものが浮き出るということですけど、まあこれなくてもある程度見えるので、まあちょっとよくわからないですよね。でその上にはジオードが2つついてます。割ると中はちょっとだけ水色がかったクリアパーツになってます。そしてそのジオードを運搬するのがこのストレージ付きドローンです。プロペラ式ではなくてジェット式みたいな感じになってますね。このオレンジの部分から噴射してるような感じだと思います。下のボックスを開いてここにさっきのジオードを入れます。で閉じれば OK です。このまま運搬することができます。続いて探査機です。今回のシリーズ無人探査機いくつか出てきましたけど、その中では少し大型の部類に入ると思います。タイヤが6つついてますよね。で先端にはグラップルのついたアームがあります。このグラップルでさっきのジオードを掴むことができます。関節は2箇所あってそれぞれボールジョイントになっているので結構自由に動かすことが可能です。それからこれですけど、ビームを使った調査機みたいです。赤色のクリアパーツはこれビームをイメージしてるみたいですね。ということでこの前にさっきのジオードを置いてこんな風に調査するような感じみたいです。で奥側にはソーラーパネルがついてます。また真ん中から前のこの台座の部分ですけど、これを360度こうやってくるくると回すことができます。でその後ろのこのスペースですけど、ここにさっきのこのヘリドローンをつけられるようになってます。まあ、ただこれヘリドローンだけではなくて、ちょっと工夫してあげれば人も乗せられるようになりそうですよね。そして火星探査シャトルです。これかっこいいですよね。今回のシリーズの中でもかなりかっこいい部類の機体だと思います。全長は約23センチ、横幅は約 21.5 センチあります。キャノピーは60229についてたのと同じものですね。このキャノピーがかっこいいですよね。すべてプリントになってます。でくっついてるのはこの先端部分だけです。開けるとこんな感じになってます。操縦席の前にはパネルがついてます。ただこれ垂直なんですよね。なので結構見にくい感じになってます。上の方にはモニターみたいなクリアパーツがついてて、下には操作パネルみたいなのがありますね。でその後ろシートがあるんですけど、かなり広くなってます。なぜかというと EMU をつけた状態で乗せられるようになってます。これいいですよね。もちろんこのままキャノピーを閉じることができます。かっこいいですよね。 EMU つけた状態でも乗れたので、もちろん油圧服の人を乗せることもできます。こっちの方がなんかしっくりくるかもしれないですね。ちゃんと顔も確認することができます。でその後ろ船室部分、ここを左右に開くことができます。前に操作パネルがあるんですけど、これがかっこいいですね。下の黒い部分はプリントになってて、2つ同じものがついてます。で上はシールなんですけど、なんか火星の地表みたいな画像がついてますよね。すごくかっこいいパネル類だと思います。でもちろんここに宇宙飛行士を乗せることができます。かっこいいですよね。それからその後ろのスペースですけど、タイルブロックがたくさん使われてます。ここにはさっきのストレージ付きのドローンを格納することができます。これぴったりできてるのでひっくり返しても落ちません。これいいですよね。でこの状態でカバーを戻すことが可能です。ちなみにこのカバー、タイルブロックが使われているのですごく開けにくいんですけど、後ろのこの部分に指を引っ掛けられるようになってます。こういうのは嬉しいですよね。それから後ろの部分、ここエンジンがついてますけど、ノズルが3つありますね。それぞれクリアパーツが使われててとてもかっこいいと思います。で上に2つついてるんですけど、これ実はこんな感じで開くことができます。で開くと中のエンジンの部品を確認することができます。まあ実際のエンジンに近いわけではないんですけど、やっぱこういうちょっとしたところがあるだけでも違いますよね。あと翼の両サイドにもブースターみたいなのがついてます。これ後ろにオレンジのクリアパーツがついてるので、おそらくそうだと思います。これもかっこいいですよね。それから裏のタイヤです。
まあ、これがちょっとチャッチーですかね。あのゴムタイヤではなくてプラスチックの小さなあのカートとかに使うようなタイヤが使われてます。ただ安定感は抜群で、ちゃんとこのまま手転がしでも転がして遊ぶことができます。次にミニフィグセット、宇宙探査隊と開発者たち60230です。宇宙飛行士1、宇宙飛行士2、宇宙飛行士3、宇宙飛行士4、宇宙飛行士5、宇宙飛行士6、宇宙飛行士7、リポーター、カメラマン、トレーナー、ドローンエンジニア、ロケットエンジニア、ロボットエンジニア、そして植物学者の14体です。 EMU バージョンの宇宙飛行士、さっきの60226にもついてましたけど、やっぱりミニフィグセットですね。あの後ろジェット噴射みたいなのもついてますし、肩のところにセンサーみたいなのがあって、こうやって角度を変えることができます。さらにカメラも持ってますね。やっぱりかなり充実した感じだと思います。ちなみに下は女性になってます。後ろに顔はついてません。それからこの与圧服の宇宙飛行士、それぞれあのヘルメットと酸素ボンベがついてます。女性宇宙飛行士は髪金髪になってますね。でもう一つこの顔をつけてます。これ結構可愛らしいですよね。でこの人が持ってるこの宇宙人の頭みたいなやつですけど、これ実はこのセットにしかついてません。で全部ゴム素材でできてます。これ面白いですよね。ちなみにこんな感じになってます。なのでミニフィグの頭として使うことができます。これも完全に宇宙人ですね。ちなみにこの人はもう一つこの顔を持ってます。すごく笑顔ですね。あと船内服姿のこの3人、みんな同じ服装をしてます。でこの人何かを我慢してそうな顔ですけど、もう一つこの笑顔がありますし、このすごく怖がってる人にも笑顔がついてます。でこの2人なんでこんな顔をしてるかというと、この回転式の重力トレーニングマシンでトレーニング中ということみたいです。上の部分にそれぞれよいしょよいしょ、こうやって寝かせます。でこのまま回すことでトレーニングができるみたいですね。相当な G だと思いますけど、かなりしんどそうですね。で結構スムーズに回すことができます。でこの人何を我慢してたかというと、このトレーニングの結果こんな感じになってるみたいです。そして7人目の宇宙飛行士です。この人が着てる上下の宇宙服なんですけど、実はこのセットにしかついてません。なので結構貴重だと思います。ヘルメットと酸素ボンベは他の人と一緒ですね。ちなみに顔はこの一つだけです。あとこの宇宙飛行士旗を持ってるんですけど、岩場の情景セットがついてるので、ここに来たことを証明するための旗みたいです。それからリポーター、顔はこの一つだけです。で手にはマイクを持ってますね。カメラマンはかなりラフな格好してますね。手に大きなカメラを持ってます。でもう一つよいしょ、このすごく驚いた顔を持ってます。ちなみにこの人たちがインタビューしてたのはさっきのこの2人の宇宙飛行士です。なのでインタビューしてる時にもう一人の宇宙飛行士が、まあ、多分作り物だと思いますけど、宇宙人の頭を出してきて、それを見て驚いたカメラマンを見て笑ってるという感じだと思います。それからトレーナーですね。あの顔はこの一つだけです。あの鬼教官っぽい感じの顔になってますけど、付属の上下セットとしてランニングマシンがついてます。なのでこんな風にピザを餌にして走らせるというシーンを作ることができます。結構な鬼教官ぶりですよね。ちなみにピザの箱ついてますけど、これちゃんとプリントになってます。続いてドローンエンジニアですね。この服というかこの顔も結構貴重でしたね。60229についてるだけでした。で手にはコントローラーを持ってるんですけど、これで動かすのが付属のこのドローンです。面白い形してますよね。ちゃんとこうやって立つことが可能です。でもちろん上のプロペラを回すことができます。それからロケットエンジニアです。手にコップを持ってますね。でもう一つこの顔を持ってます。すごい顔ですよね。黒くなってますけど、その原因がこのロケットエンジンだと思います。多分実験中に何か失敗してこんな顔になったんでしょうね。ちなみにスタンドの上にロケットエンジン乗ってるので、こうやってくるくると回すことが可能です。まあ、これでなんか失敗してそうですよね。
続いてロボットエンジニアです。溶接マスクがいい感じですね。手には道具箱とガスバーナーを持ってます。マスクの下はこんな顔になってます。ちなみにこの人が作ってたロボットがこれです。これかっこいいですよね。あの台座はついてるんですけど、ちゃんとその台座から取り外すことができます。あと手も動かせますし、足も動かすことができます。なかなかよくできてますよね。でかっこいいです。ちなみにこれがモデルのロボットみたいです。かなり似てますよね。そして植物学者です。手には虫眼鏡を持ってて、ちゃんとこうレンズ状になってるんですけど、顔はもう一つこの顔を持ってます。正直ほとんど変わらないような気がするんですけど、少し笑顔になってますね。でこの植物学者が研究してるのがおそらくこれですね。半球状のクリアのドームの中に植物が植えられてます。花も多分これ花だと思いますけど咲いてますね。でそれを LED ですかね、なんかちょっとよく分かりませんけど、綺麗なランプで照らしてるという感じみたいです。まあ地球外の植物なのか、水耕栽培みたいな感じなのかちょっとよく分かりませんけど、なんかかっこいいですよね。でもう一つ付属品としてこんな感じの検査用端末がついてます。なので前にミニフィグを立たせておくだけでそれっぽく見えると思います。60226は普通にかっこいいですし、60230は珍しいパーツがたくさん入ってて楽しめるセットだと思いました。以上、レゴシティの火星探査シリーズ2セットを紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。